はい、どうもこんにちは、ダッカキッチです。さあ今日はですね、こちら、はい、死神のピアスを使った、まあ、ちょっと検証していこうかなと思います。久しぶりだね、こういう検証動画。まあちょっとね、できてないんですけども、完璧に、まあ、こちらの特技の回復量っていうのを、どこまでの特技のことを言ってるかっていうのをね、ちょっと検証していきたいと思います。はい、じゃあ何を思い出すっていうか、僕は HP パサーと、まあハッスルダンスが、頭に思い浮かぶんですが、他にね、ちょっとね、今今日のライブの方でいろいろ話がありまして、ララバイ、回復のララバイとか、ミラクルソードとかってどういうのなんっていう感じを言われたんですけどね。まあじゃあそこの辺をね、ちょっと検証していきたいかなと思います。できました。まず最初に、まあ、何もつけずに HP パサーをちょっとやっていきたいと思います。はい、30%、ヒットポイントの 30% を仲間1人に分け与える。ヒットポイントの 30% を分け、まあ348ですよね。はい、2回目、353、はい、353、はい、353。はい、じゃあ次にですね、特技の回復量こちらつけてね、まあ10だから363あれば、まあ上がってるってことだよね。そうだよね。ではいきます。はい、360、あー、やっぱ効果はあるようだね。363、あ、また363、はい、363、朝目黒さん。はい、次に旅芸人ではハッスルダンスやっていきたいと思います。まあいつものごとく、こちらもね、今回も、顔アクセ外しております。さあ行っていきましょう。177、はい、176、はい、179、はい、174、はい、183、はい、5回やって、だいたい177だね、回復量は。177の回復量ですね。はい、では次にこちら、先ほどの特技ね、プラス10に なるでしょうか。はい、やっていきましょう。はい、183、はい、192、はい、183、はい、191、はい、190と。はい、ということで平均で、まあ、187回復するっていうことで、まあ、やっぱりハッスルダンスにも乗ります。さてここから本題。はい、ってことで魔界へやってきました。まあ、さっきのシュプリンガー君がなかなかダメージをね、与えてくれないんでね、もどかしくて、まあ、こちらの魔界の敵で試そうかと。次はですね、戦士、まあ、片手剣ですね、ミラクルソード、こちらを使ってやっていきたいと思います。はい、85 82 80 81 83、特技な回復量プラス5 10ですね、合計。こちらを装備してやっていきたいと思います。はい、81 87 88 90 85.4 ですね、平均。微妙だな、これ効果あるのか。
かないような気がするんだけど、まあ、気持ち何回かやったけど多少は上がってるけどないんじゃねこれミラクルソード。はい、今度はですね武道家のこの明鏡止水、瞑想はどうかということをちょっとねやっていきましょうね。はい、鏡止水使ってきます。はい、ポワーンとなしの場合はいくつぐらい回復する？ドン15 15 15 15。まあ15。はい、じゃあ次は瞑想ですね。瞑想やっていきましょう。356 346 343 346。はい、っていうか瞑鏡止水は平均15で、瞑想の方が342ポイント回復しますね。次に特技の回復量、まあ、こちらの方をつけてやっていきましょう。はい、じゃあ瞑鏡止水使っていきます。はい、ポワーンと15 15 15 15 15。はい、じゃあ次に瞑想を使っていきます。はい、瞑想360 364 360 367 367。こちらは 365.6 という平均になりましたね。瞑鏡止水はやっぱ変わんないんだろうけども、瞑想はやっぱり回復量増えますねこちら。はい、次魔法使いですね。祝福の杖、まあ、これも効果はあると思うけどね。こちらも、まあ、特技の回復ですからね、まあ、こちら外していきまして、じゃあ早速いっていきましょう。いきます、祝福の杖83 80 85 84 77。はい、ではねこちらの特技の回復量プラスをちょっと使っていきましょう。89 92 94 97。はい、93。祝福の杖やっぱり効果ありますね。なしの場合は 81.8 ポイントですけど、ある場合は93ポイント。まあ、がぜんこの死神のピアスの効果は出てますね。はい、次はですねこちらバトルマスターですね、まあ、ミラクルブースト検証していきたいと思います。ミラブは微妙なところだと思うけどね、僕どうなんでしょうね。はい、ってことでミラクルブーストをやっていきましょう。いきます。128 136 134 137。はい、次にですね眼光ありでやっていきましょうかね。眼光ありね、こちら。はい、じゃあミラクルブーストやっていきます。あ、ありです。いきます。124 126 123 125 127。まあ、あり変わんないね。ミラクルブーストは、ミラクルブーストは特技は乗らないと。はい、次に僧侶なんですけども、こちらのね NP を最大240少しずつ回復、スピリットゾーン、これ回復量って別に HP だけのことじゃないかもしれないもんね。 NP もプラスアルファかもしれないので、ちょっとスピリットゾーンやっていきましょう。はい、ではたまりました、スピリットゾーンやっていきましょう。スプリットゾーン10 10 10 10 10。はい、では次ね、ありでこちらの方でね特技の回復量ありでねやっていきましょう。
はい、じゃあスピリットゾーン2やっていきましょう。はい、ドン。10。はい、最後にですね、こちら弓のですね、天使の弓、敵一体を攻撃しつつ自分の NP も回復っていうことで、これはちょっと増えるんじゃないかと僕は思ってるんですが、まあ、どうなんですかね、ちょっと楽しみですね。やっていきましょう。一発目、天使の弓、20 19 17 20 21。はい、次はこちら、ね、特技の回復量プラスということで、こちらを装備してやっていきましょう。はい、では一発目いきましょう。ほい、19 17 21 19 17。はい、ということで、まあこちらですね、いろいろな特技をちょっと試してみたんですが、ミラクルソードとかは、ミラクルソードとか、明鏡止水、ね、あとミラクルブースト、スピリットゾーン、まあ天使の弓もそうなんですけど、こちらはあんまり影響がなさそうな検証でしたね。まあ回数が言うてもそんなね、大した5回ずつしかやってないんでね、なんとも言えないんですけども、まあ目に見えてはっきりした数字がね、まあ出たのは HP パサー、ハッスルダンスね、瞑想、あと祝福の杖、まあこれぐらいだったような気がします。はい、まあね、こちらの死神のピアス、特技の回復量あんまり使う場所がねなかったのでね、今回ね、こちらの方検証させていただきました。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てね。バイバイ。